次に篠原崇君、篠原君。おはようございます。民主党の篠原です。初めて質問に立たせていただきます。質問したいことが山ほどありまして、昨日の夜も事務方に通告したのを数えてみましたら18問になっておりまして、40分でとても答えられない、質問も全部できないと思います。あと 2,3 回この審議今国会でも行われると聞いておりますので、残りはその時にさせていただくことにいたしまして、地震の問題、それから原発事故収集作業等を中心に質問させていただきたいと思います。資料を皆様とお手元にお配りしてあります。ちょっと見ながら聞いていただきたいと思います。地震というのはいつも問題になります。今津波でもって福島第一原発はおかしくなったんだと言われておりますけど、地震説も消えておりません。で、他の国をやっぱり見てみる必要があるんじゃないかと思います。それでアメリカには104基の原発があるということになっております。ですけれども、この1ページ目のところを見ていただきたいんですが、これ全体のをつけた方が良かったかもしれませんけれども、西部地域だけ、これだけしかないんです。ほとんどの原発は真ん中より右側、アメリカ合衆国の真ん中より右側にあるんです。ほとんどないと。ということは、寒帯、平洋、火山帯、地震が起きるんで、原発が損傷してしまうんだと。だからそんなところには怖くて原発が作れないということで、アメリカは意識的に避けて作ってたんじゃないかと思いますけど、その点はいかがでしょうか。原子力、原子力規制庁の桜田でございます。原子規制庁、桜田審議官。お答え一般論になりますが、発電所の立地場所につきましては、発電所を設置する事業者が電力の需要地の位置やその規模がどうなのか、あるいはどのような燃料を用いるかというようなさまざまな事項を考慮して決定するものというふうに考えられます。一概に地震が多いかどうかということのみをもって立地が検討されているわけではないというふうに考えられるところでございます。いずれにいたしましても、アメリカにおきましても地震の影響が原子力発電所に想定されるというような場合におきましては、耐震安全性があるかどうか厳格に確認した上で原子力発電所が設置されているものと理解してございます。篠原君。最初からちょっとあんまり、事実かどうかというのは分かりませんけど、なんていうか私の予想したのと違いますね。これちょっと地図1ページの地図見てください。私が承知しているところでですね、これハンボルトベイって上から4つ目のところに書いてあります。これフンボルトで、フンボルト海流と日本的にはフンボルトだと思います。ここは今度の敦賀原発と同じで活断層があって運転中止になっているんです。バツというのは中止になっている、閉鎖されているのです、ね、これは活断層なんです。で、アメリカではですね、やっぱり地震のことを相当意識されているんです。で、2ページ、3ページ目見ていただきたいので、3ページ目を開きいただきたいと思います。3ページ目に地震がどれだけ他の国と比べて日本は多く起きているかと。日本の次に主要国、原発がいっぱいある先進国で地震が起きているのはアメリカの西海岸です。見ていただきたいんですが、だから日本とアメリカの西海岸だけを突起してあります。カワリアの地震地帯これだけなんです。それでまた1ページに戻ってください。地震地帯にあるのはですね、ディアブロキャニオンだけなんです。下から4つ目ですかね、それだけなんです。他のところはですね、いっぱい計画されたんですが、 NRC が地震多発地帯からダメだと言って建てさせていないんですよ。そういうことをちゃんと把握してください。これから調べてじゃなくて、いろんなところに、私だってそういうデータを入手できるんです。で、下に1ページの下のイギリスがあります。それから2ページ目フランス、これをちょっと見ていただきたいんです。他の国についてはどうなんですか。他の国も当然それを意識していると思いますけどね。だけどそもそも地震がそんなに
多くないんですよ。で、3ページ見てください、3ページ。全然違うんです。これはですから、10年間ということでちょっとデータ、気象庁に作成してもらいました。だから2011年の3月11日、3.11 は非常に多いんで、もう比較にならないんで、もっと客観性を持たせるために、それ以前の10年間と、それも入った直近の10年間にしました。左見てください。この領域の面積というのは広さで日本を1とした場合にしてあります。だから、フランスやイギリスはもっと低くなるわけです。図抜けて日本が地震が多いんです。アメリカの西海岸も火じゃないんです。火山も核火山、世界の1割近く日本にあるんです。そういったことから考えると非常に慎重じゃなければいけないというのはもうデータからして明らかなんです。それを地震じゃない、地震は関係ないんだと、他の国も関係ないんだと、そんなことはないんです。他のヨーロッパの国はどうなってるんですかね。ヨーロッパの国、すみません、ヨーロッパの国で、それはもう一つ海岸端にですね、あると、内陸にあるんですよ。ほとんど川の水で冷やしているというのは多いんですよ。海岸端にこんなに日本のように海岸にばかしある、地震があって津波があるというのを分かりきっているのにもかかわらず平気で海岸端にある国はないと思うんですね。この点についていかがでしょうか。原子力規制庁森本次長お答えいたします。海外の原子力規制機関のウェブ情報などによって当方が承知している限りでございますけれども、まず一つ、先ほど先生ご指摘のようにアメリカの西海岸に立地している原子力発電所は、2サイト4基でございます。また欧州につきましてはイギリス、フランス、スウェーデン、フィンランドなどにおいて海岸に立地している原子力発電所は存在してございます。2011年の情報によりますれば欧州各国で25サイト60基の原子力発電所がいわゆる海岸に立地しているというふうに承知してございます。篠原君。それぞれの国の事情があって海岸に作っているところもあるんだろうと思いますけど、活断層とか地震とかいうのも相当意識でやっているんですね。ですからアメリカなんかはですね、2007年東電の社長さん来てられますけど、柏崎刈羽が大変な面にあったわけですね。非常に損傷が著しかった。その時にもう西海岸、アメリカの西海岸は恐れおののいたわけです。地震があった時どうなるか。その時に2007年のロサンゼルスタイムズは税金は原発よりも風力発電にも吸い込めている。だからそんな状態だから一つも原発は作られていないんですよ。で閉鎖されるばかしなんです。それをちゃんと認識しておいてください。日本はそれをきちんと精査をせずに、地震では おかしくなってないんだと、津波で起こっただけなんだと、それをずっと言ってるんですよ。もっと客観的にやっていただきたいと思う。で、田中委員長にもお伺いしたいんですけども、この点はやっぱり原子力規制委員会の大事な仕事でもあると思うんです。活断層問題もありますけども、福島第一原発のような事故を二度と起こさないためにどうするかということを長期的に考えなければいけない。地震施設もあるんですよね。その地震で先にダメになっていたんじゃないかというようなことについての検討はしているんでしょうか、してないんでしょうか。原子力規制委員会、田中委員長。東京電力福島第一原子力発電所事故の継続的な事故分析は私ども委員会の重要な所掌業務の一つであります。で現在そういったことの観点に基づいて、国会政府事故調等でまとめられた結果等も検討しつつ、技術的なそこにはいろいろ今ご指摘のように個別的にいろんなその事故の原因の認識についての差もございますので、そういったことを明確に順次すべく国会規制委員会においても調査委員会、事故調査委員検討委員会を設置しまして、今継続的にその解明を行っているところでございます。で今後現場の状況を見ないとなかなかわからないというところもございますのでございますが、そういった現場に入るにつきましてはなかなか
肝心なところの線量が高いということもございますので、そういったことを踏まえながらできるだけ速やかにそういったことについては明確にしていきたいというふうに考えています。篠原君。はい、それじゃあ資料の一番後ろを見ていただきたいんですが、原発事故を想定した本というかですね、警告した本、これちょっとひとまとめにまとめたのです。それでその下からですね、下から2つ目の巨大地震が原発を襲うという2007年9月に船瀬俊介さんと、これ環境問題いろいろやってるジャーナリストですけど、この方がチェルノブイリ事故も地震で起こったんじゃないかということで、まあ、それだけじゃないんですけれども本を書いておられる。そして予告してるんですね、日本にも起こりうるんだということ。まあ、もちろん皆さんご存知だと思います。その下の広瀬隆さんは直前に原子炉時限爆弾というのを書いている。で、地震で起きて、まあ、広瀬さんは水を取り込むところが砂で、その津波で来て詰まって、そして、冷却装置が働かなくなると、まあ、そういう状態ではなかったですが、ともかく地震でおかしくなるというのはみんなわかるわけです。それからいろんなところで政府の委員にもなっておられますけど、下から4番目です、石橋勝彦先生は原発震災と言っておられると。こういうことはもう地震でおかしくなるということを盛んに言われているんですね。で、皆さんあまり精査されてないと思いますが、チェルノブイリの当初もあったんです。なぜ起こったかと、まあ、これゴルゴ13の話になっちゃったりしますけど、それに気がついた地震学者チャタエフという人ですけどね、地震でおかしくなったんだと、チェルノブイリも。それで研究論文を発表し始めたら、まあ、旧ソ連時代ですけど消息不明になってしまったんです。まあ、分かりませんけど、だその頃も政府も IAEA も地震説をですね、抹殺しようとしてる。なぜそうなるのかと僕は不思議なんですが、客観的にやっていただきたいと。で、次にじゃあどういうふうにですね、他の国が地震のことについて恐れをののいて、そして原発を作らないようにしているかというんですね。チェルノブイリの原発の後、それからちょっとしてこれがソ連崩壊の原因になったとも言われているんです、ゴルバチョフの前世時代で。そしてやっておって、それで1991年に崩壊しているわけです。チェルノブイリは1986年です。で、コーカサス山脈の地震多発地帯というのがあるわけです。で、国会に面したクラスノダールというところに原発建設を、まあ、住んでのところでしてやり始めてたんですが、そこを中心になっているんです。他にもこういうのいっぱい事例があって、アルメニア、今日はですね、アルメニア、そこは民族運動もあって、それが反原発運動と結びついたりしてたせいもあります。1989年に2基とも停止してるんです。もうやめてます。それから増設予定だったのも当然ダメになってます。あの辺のアゼルバイジャン、グルジア、それからミンス、これはチェルノブイリの近くだから当たり前ですけど、ウクライナのオデッサ、全部地震を恐れて原発を作ることを禁止というかやめてるんですね、チェルノブイリの後。それを日本は全くそういう反省もなしに、あちらの国で起こったことを日本でも起こるんじゃないかと、先ほど3ページで示した通り、地震の数が桁違いなんです。10倍100倍なんです。だから相当きちんと考えなくちゃいけないんですけどね、日本ではこのことを真っ先に検討しなくて、活断層のこと結構です、他のいろんなの津波のことを検討されるの結構ですけど、そもそも地震と原発ということを考えて、地震の多発地帯、福井県なんてもう地震ばっかし起きてるわけです。私の地元の長野県もそうですよ。そういうところはもう原発はダメだという結論を出していかなくちゃいけないし、そういうことをどんどん先にもう決めてやっていくべきだと思うんですが、そういうことについて田中委員長、どのようにお考えでしょうか。田中委員長。原発を利用するかしないかということについては、私は答えする立場にありませんので、それについては回答は控えさせていただきますが、今回の基準では東日本大震災等の知見を踏まえまして、3次元地下構造の詳細な把握とか、
活断層の連動とか、それから津波についても最大想定をする、それの対策を取るとか、そういったことを求めて、そういった地震や津波による、よって事故が誘発されないような対策を求めているところでございます。篠原君。私の経験を ご紹介したいと思います。4ページちょっと見ていただきたいんです。私チェルノブイリに2度行ったことあるんです。この写真見ていただきたいんですけど、まあ、私だって認識別できないですけどね。右側はいつでも私です。2005年の11月にゲートの入り口だけ、この時は入れないんです。2010年の秋から入れるようになって案内できるようになったんです。そして2011年の4月、私国会議員ではあの石棺のところに近づいた一番最初の人間だと思いますけどね、ここに行ってるんですよ。それで、まあ、私が出る必要もないところだったのかもしれませんけども、土壌汚染のこの関係の学者のところへ出て15分間ぐらいしたら英語で説明していろいろ現状を聞かれたんですよね。その時にどう言ってきたの、どう言ってきたの、地震で大丈夫なのかと、あちらの国の人たちが心配するわけ、日本は大丈夫でもなのかと。で僕はどうやって答えたかというと、いやいや大変なんですよと。ウクライナなんていうのは、まあ、モスクワの周辺、さっき3ページのところを見ていただくところも分かるんです、地震はほとんど起きないんです。マグニチュード5以上ですね。そういうところで、じゃあ日本というのは地震はどの程度の頻度で起こるのかというんで、いやこう例えて言うならば、まあ、昔不沈空母という人がいたと、日本列島ですね。それと同じなんだと、国会に浮かぶ大型遊覧船と同じように日本は毎日ちょっとずつゆらゆら揺れてるんだと、この辺と違うんだと、ということを言いました。そしたら、まあ、例はいいか悪いか知りませんけど、それは危険なところなんだなということを言っておりました。まあどうでもいいことですけど、4ページと見ていただいて、これは2005年11月8日に私のブログですけど、そこのところでちょっと線引っ張っておきましたけれども、私はずっと原発のことを見ながらというか、本でですけれどもね、現場にも足を踏み入れてってじゃないですけど、環境問題にちょっと関心ありましたので、ずっと追っかけてきたバードウォッチャーじゃなくて原発ウォッチャーの一人なんです。でここを見ていただくとおり、僕は気がつきませんでしたけれども、日本にも世界にもチェルノブイリと同じことが起きてしまうんじゃないかと。だからぜひ見ておきたかったんで、全然中に入れなかったんです。朝6時に起きて車飛ばして行って、9時に皆さんご一行は9時に出られるんで、昼朝飯も抜きで行って見てきたんです。その後日本に起きてしまって、またチェルノブイリに行く、この時は農林産副大臣で行ったんですとは思いませんでした。で、ね、地震についてはもういろんなところで指摘がもうあるんですよね。日本国内でも2009年の6月ですね、岡村幸信産業技術研究所の活断層研究センター長が、例の常岸地震ですね、869年の常岸地震、あれと同じのが起こるんだと、だから準備した方がいいということを言ってたわけです。そして広瀬たちは覚えてられるかもしれませんけど、10年6月17日2号機で、まあ、そんなに大きな地震じゃないんですけども、それで、電源喪失が起きてるんです。よく知りませんけれども、メルトダウン一歩手前だったというふうにも言われております。地震の被害でおかしいのありかというのは、さっき言いました2007年の中越沖地震の時の柏崎刈羽原発といっぱい例があるんです。それを全然やってないと。1968年にドイツのベゲナーという学者がプレートテクトニクス理論をやってからですね、いろんなプレートが押し合って、そして山脈ができて、できてきていると。私の地元の長野県の北というのは4つのプレートがぶつけ合っています。だから2004年中越地震、2007年中越沖地震、2011年長野県北部地震、みんな震度6程度のものすごい地震です。これがずっと起こりくると。石橋先生も言っておりますけど、藤井先生も20世紀の後半は、まあ、地学的に見ると本当に短い一瞬ですが、何も起こらなかった、地震も火山も活動もなかった、珍しい時期だと。これから100年200年
地球の歴史からすれば100年200年ってあっという間ですけど、地震活動期、火山活動期になるかもしれないと言われてるんですね。そういうことを考えるとですね、田中委員長は慎重にその今判断はできないんだよ、そういうお答えだったんですけど、私は世界の他の国々と異なり、日本には原発的地は一つもないと、これが結論だと思っています。このことをよく認識しておいていただきたいと思います。次に原発事故収集作業についてちょっと聞かせていただきます。これですね、これについては5ページからずっと私がしつこく表にしたのでちょっと見ていただきたいので、せっかくの機会ですから見ていただきたいと思います。4ページにわたって事故対応、どういう対応をしているかというのを表にしました。チェルノブイリの皆さんあまりご存じないかと思います。1979年にチェルノブイリの86年にチェルノブイリの事故が起きた後、いっぱい本ができているんですよ、欧米でも。で、日本語訳されているのもいっぱいあります。それは僕はちょこちょこ読んでいたんですが、福島原発の事故が起きましたので、バーッともう一回読み直してこの表を作り上げました。対応は非常に日本の方がまずいんですね。5ページのところで関係するところは一番下、中心組織がどういうところかと、これは突発的だったんですけど、日本で自衛隊が中心になりました。しかし右側、チェルノブイリ見ていただきたいんですが、日本と違うなと、核戦争を想定してますから、その核戦争が起きたときにどう処置するかという、核攻撃されたときにどうするかということを準備している軍の精鋭がいるわけです。その大将のピカロフさんという方はアフガニスタンに行ってたんです。1日で帰ってきます。そして彼が陣頭指揮を取り、被爆量も一番多くなって、被爆量が多くなると声が仕上がれてくるんです。声が出なくなるんです。それまでこの方はやっていると言いますね。で、次のページ6ページ見ていただきたい。ここからよく見ていただきたいんですかね。作業者がどういう人かと、どういう作業をしているかと、責任者はどうかと、政府の対応はどうかというのをずっと線引っ張ってあるところを中心に見ていただきたいと思います。ここからがゾッとするようなことになるわけですね。中心は軍隊、全国から動員した消防士とかそういう人、日本は東電の下請けの作業、正社員は本当に少ないということ、この事故直後の作業、これは日本はやる必要ないんですが、あちらは人海戦術で神風作戦と呼ばれて、1分間1人2分間ずつやって人海戦術をやって、こんな危険なことをしているわけです。それから 原発現場の責任者、これ語弊があるんで書きませんけど、この日本側の産業名見てください、撤退したかすると言ったかいかないかと、私の判断でこれ書いてるんですが、ここは議論があるとのことなんで、この件は事実不明と書いてあります。客観性もそれにならないと、両方ともですね、ここは同じで、あまり理解をする人たちが現場にきちんといないという、チェルノブイリも同じなんです。で、政府の責任者の対応というのを見ていただきたいんです。ここが段違いなんです。ソ連、旧ソ連です。首相、それからリガチョフ第一書記、覚えてられますかね、ゴルバチョフのライバルでした。二人ともチェルノブイリすぐしてるんです。シチェルビナ副首相はすぐ翌日飛んでってます。それから傑作なのなんて言っちゃいけないんですけど、シチェルビナとレガソフ、レガソフってのは原発研究の研究所の副所長でラスワンの学者なんですが、上空から視察という、左側に菅総理が現場に行ったことをいろいろ言われてますけど、なんかトップに立つ人は上から見下ろすのが好きなようで、両方ともすぐ上から見てます、見てます。から次に大事なのは、ここなんかはですね、本当に日本はダメだなと思うんですね。プリピャチ、人間5キロメートル離れたところに精鋭が集まったその住宅があったんです。日本と違いまして、全国各地から集まれてきちんとした訓練を受けた人、若手ばっかし、平均年齢28歳だったそうです。左見てください、オフサイトセンターを大熊町から福島市に移すと、これ お分かりになる方おられますでしょうか。
これ大した問題ですね。江藤委員です。自民党の江藤委員が2004年にですね、毎日新聞の記事を引用して JCO 事故の後これは良くないということでオフサイトセンターが各地に作られています。ところが20キロメートル圏内にあるのは11個ぐらいあって、そんなんで大丈夫なのかと、 EPZ 全内にあると安全や設備に問題になっちゃって原発事故が起きたら使えなくなるんじゃないかと聞いてるんです。それに対して当時の松永和夫原子力管委員長はそんなことないんだと、問題ないと、そして それだけだったらいいんですよ。毎日新聞の記事は国民に誤解を与えてる、不安を与えてる、けしからんと言って答弁してるんです。とんでもないランクスですね。どうなったかと、役に立たずに福島へ移ってるんです。しかしソ連ではその5キロ先のところで司令塔で副首相何人もいるんですね。副首相入れ替わり、放射線量が高いんで副首相が入れ替わり立ち替わり行ってその現場で陣頭指揮を取ってるんです。この責任感の違い、危機管理がちゃんとしている国とそうじゃない国と、その下の原発関係 の責任の取り方と、レガソフというこの学者ですね、先頭になってた人、これは IAEA の総会に行ったりして4時間の大報告をしたりする立派な人ですけど、放射線量がものすごく高く、いっぱい被爆しているせいもあったと言われてますけど、2年後、ちょうど2年後自殺してます。苦悩があったんだろうと思います。で、関係者解任してます。党から除名されたりしてます。別に辞めればいいというわけじゃないんですよ。日本国政府はこういうことをしてません。腹切り文化のあって責任を取る国という、昔江戸時代の侍の映画を見ている人たちは不思議だなと思うんです。それから大事なのは専門家科学者の対応です。レガソフの話、2編を自殺したとも申し上げました。次々に学者が現地入りしてます。ピハルコ大将も書きました。ところが私は全部チェックしてるわけじゃないですけども、原発推進やってきた学者さんたちテレビに出ていらなだらだらした解説されてましたけど、現場に行ってそしてどうなってるということをちゃんとやられていたんでしょうか。次に大事なのが右で言うと下から2行目です。原発の設計した人もですね、これはダメだったと、原発は間違ってたと、大変なことをしてしまったと。だからソ連も、まあ、相対者の国でウクライナになったりしますからちょっと変わったりするんですけど、少なくとも原発推進していた人たちは一斉に大反省をしていると、ソ連ではですね。日本ではあまり反省の言葉は聞かれないと。でここでですね、東電の社長さんにも来ていただいています。一体東電の中でですね、きちんとした訓練してこういうところにバーチャルテキパキ対応できる人はどのくらいいるんでしょうか。もう正社員って非正規雇用者が増えていると。私は東京電力のような会社はきちんとした人を社内で訓練し、その人たちに仕事をしていただいてきちんと安全管理をしてほしいと。それでもって電気料高くなって日本国民は誰も文句言わないはずです。で、人材育成についてどういう配慮をされておられますでしょうか。委員長。東京電力広瀬社長。はい、お答えいたします。東京電力の広瀬でございます。私ども の原子力発電部門に属する人間につきましては、もちろんしかるべき人材育成をして、もともとその原子力の専門の学校を出て勉強したという人間も多くございますけれども、 OJT も中心にですね、あるいは OFJT も中心にもちろんしっかりやらせていただいているつもりでございます。ただ、まあ、今回こうした事故起きたということについては当然反省すべき点もあって、特に現場でいわゆる津波や地震が起きてからですね、大変な状況の中で、まあ、非常に過酷な状況の中でいろいろやったというのはもちろんございますけれども、基本的にそのいっぺんにたくさんのプラントがですね、ユニットが同時に下被災をするということに対する、例えば路地の問題であるとか資材のしっかりとした整備の問題であると、あるいは同時に起こる
事故に対する訓練であるとか、そうしたものについて必ずしも今から振り返ってですね、不十分な点もあったということは否めないと思っておりますので、そうしたものについてまた改めて今回の事故からですね、しっかり学んで、またそうしたものを踏まえてですね、今後ともしっかりやっていきたいというふうに考えております。篠原君。ですね、この黒川委員長、冒頭のこの委員会の冒頭のところで20分お話しされたところに出てきます。日本は科学技術、エンジニアリング、製造業、そういったことでは世界に冠たる国だと。その通りなんです。世界はそう認識していると。その日本で原発事故はいくら地震があって津波があったからといって起きてしまったと。1979年スリーマイル島の事故が起きたときはどう言われたのか。その頃からももう原発事故というのは盛んに言われてたんですが、その時はですね、ソ連どう言ってたかと、傑作なんです。アメリカは効率一点張りで原発の作業員をその長期労働させているからミスをして事故が起きたと。今度ソ連で起きたら、あそこは怠惰な国で管理がきちんとしてないから事故が起きたと、両方そう言って言い合って笑ってるんです。でヨーロッパの国もそう思ってたんです。アメリカというところはいざとなるときちんとできない国だろうと、それもそうだろうと。でところが列車を寸分 の, その遅れもなく動かし続けると、国オリンピックやったって時間がずれないと、そういうきちんとした日本国で事故が起きた、これは大変だということで、きちんとした国民が多いと言われているドイツで、メルケル首相も真っ青になった。そして即刻原発廃止、原発をやめていく決断をするわけですよ。で私はそれはですね、なかなかの決断だと思いますけれども、ちょっと誤解している面がある。現場の作業の程度、作業員の程度、これちょっと、ちょっと生意気だとか言って言われる可能性があるかもしれませんけど、あまりきちんとしていなかったのではないかと思います。そういうところをきちんとですね、能力ある人たちいるのに訓練もちゃんと受けさせない、そしてなんていうんですかね、点検がそうですけれども、あちこち渡り歩いてというので、何人かで、全部原発は総合産業ですから全部一社で抱えきれないというのは分かるんですけども、その臨時雇い、非正規雇用者みたいな人たちが周りに多すぎると、これやっぱり問題だと思うんです。私はこういうのをきちんと資格を与えたりしたりするのが一つだと思うんです。それから吉野環境委員長来てられますけど、5月20日に委員長の計らいもありまして、我々環境委員会一同福島第一原発初めて視察いたしました。で J ビリッジの仮設住宅から作業に通っていると、3000人か、その3500人、チェルノブイリはどうだったかというと、スラブチチというプリピャチに、昔はプリピャチだったんですが、もう放射能がバンバン出てるのもおかしいんで、チェノブイリの東北東50キロ離れたところに住宅団地を作って、そこから電車で40分くらいかかってチェノブイリのところへ行き、そしてチェックして出るときもチェックするわけと。そして月に2週間、1週間や行って1週間休むか、2週間続けて行って2週間休むか、ともかく放射線量が多くなってしまうので月の半分しか働かないと。それでずっと尽きていると、26年7年経ってもそういうことをしていると。我が日本国も、日本もそれどのくらいか分かりませんけど、相当程度原発収束作業、廃炉作業と考えたらずっと仕事をしなくちゃならない人もいるわけです。近くに行ったら放射線量バカにならないです。50キロ離れたところに特別の電車の線路も引き、住宅地も作って収束作業をしていると。それ日本はなんといういい加減なやり方でやってるのか、これじゃ身が入らないの当然じゃないかと思います。僕は原発の作業員、原発の収束作業をしている人たち相当優遇してかからなければいけないと思うんですけど、皆さん副大臣おいでになっております。この点について資格の問題、作業員の問題、それからその平坦ですね、日本国軍はそういうところいつも手に抜くわけです。それと同じことしてるんです。その点についてどのようにお考えでしょうか。菅原一秀経済産業副大臣。昨日私も福島第一原発の中に入ってまいりました。
まあ、1日約3000人近い作業員の方が、まあ、懸命なる廃炉に向けての除染、そして瓦礫の除去、さまざまな対策をやっている現場を目の当たりにいたしまして、これ本当にこの廃炉に向けてそれぞれの作業員一人一人がまさに命がけで、そしてそのモチベーションを維持しながらこの活動していくためには、その仕事と同時に住まいの環境やこの一定のモチベーションを保つためにどう環境を改善をしていくかということを改めて現場で感じたということでありまして、篠原委員ご指摘のとおり、この現場において例えば、プレハブのような住宅に関してもシャワーですとか、トイレ非常に共同で外にあればならないといった状況がございます。こういったことについて1月に茂木経産大臣が現場に赴き東電の方に要請をしてですね、さまざまなこうした改善努力をすべく要請をしたところでありまして、ちょうど昨日私もそれを見てまいりまして、今後改築をする、こういった状況も情報も得てきたところであります。今後今のロードマップによりますと長期化する可能性がございますので、この廃炉に向けてですね、こうしたことを含めますと作業員の被ばくの管理や作業の安全、そして健康管理や就労の実態、労働条件、さまざまな点からこの厳しい環境で頑張っている作業員の方々の改善を、労働環境の改善というものを進めていきたい、こういったことを改めて感じた次第でございます。篠原君。まあ、占領手帳を持って働いてもらっているというようなことを聞きますけれども、やっぱりきちっと管理をしていかなくちゃいけない。それは何でもかんでも東電にというのはかわいそうだと思います。まあ、責任はあるんですよね。それは責任は自覚してもらわなくちゃいけないんですけど、国も相当手こ入れしてやらなきゃいけないということで、ちゃんと全国のこういうことを考えたりしている心ある人たち、あるいは精鋭が集まってちゃんと安心して仕事できるようにしておかないと、収束作業もそうですね、廃炉作業もうまくいかないと思います。でちょっと時間なくなりましたけど、根本問題で田中委員長にちょっとお伺いしたいと思います。9ページ見ていただきたい、9ページ先ほどの皆さんもご覧いただきたいんですけどね、これ一番上に私が一番最初に見た原発は危ないという本はこの室田武さんという皆さんご存知ですかね。この方は素晴らしい人でして、エネルギーとエントロピーの経済もエントロピーなどというのは本のタイトルに出てきたのはこれが最初だったんじゃないかと思います。この後彼は原子力の経済学というのを書くんですね。その次が水道の経済学、その次が雑木林の経済学、分かりになりますか。石油で文明ダメ、原子力もダメ、水と土、雑木林、バイオマスとかそういった形での社会にしていかなくちゃいけないということを、経済学者ですけど、これ京都大学の理学部を出てから大阪大学の経済学を学んでアメリカに行き戻ってきて一橋大学の経済学の先生になっていた人です。彼はそれでアメリカでアメリカを見てきてるわけです。ここに書いてあるの、福島県で発生しうる、だから冒頭のですね、前書きに書いてあるんですよ。と思って僕は目を皿のようにしてこの本を読みました。それからそれがきっかけで原発もの乱読しました。でいろいろ書いてあったのを引っ張り出すと、これだけいろんな人が書いてるんですね。まあどうでもいいことですけど、ここの室田武さん、その後勉強会でとか一緒になりまして、辻田敦史、高志、寛益な兄弟、それから慶応大学の藤田裕子さん、この人たちは交流を持ってというか勉強会一緒にやったりして、これもどうでもいい話かもしれませんけど、エントロピー学会という、まあ、本当の正真正銘の学会じゃないですけど運動体、皆さんご存知の、まあ、田中委員長をご存知の方だったら井野博光さんなんかもこのメンバーです。そこに私は科学的な知識はないんですが入らせていただいて勉強会にたまに参加したりしてます。これだけの人たちが原発事故起こるんだよと、だからこれについて準備しなくちゃいけないよというのを言ってるんですよ。だからこんだけ警告がある。ただですね、私は半信半疑で実のところこういった本を読んでました。
本当に起こるのかなと。広瀬さんなんていうのはきっと大げさに書く癖のある人ですからね。だからそうやって疑問感じながら見てましたけど、ほとんど当たってるんです。こういうことについて、まあ、委員長の今じゃないですけど、今まで原発の関係でもってやられて、田中委員長はこういうことを、こういう本とか目に触れられたりして、こういうことをお読みになったりしたら、どういうふうに感じておられたんですか。それちょっとお伺いして。田中委員長。私はまあ原子力関係、原子力の世界においても半世紀ほどになりますけれども、まあ、この委員長を拝命する前から一科学者として、やはり安全神話のように事故は絶対起きないという考えることは、やっぱり科学的なまあ原則から言うと間違いであろうというふうに思ってきました。特に原子力というのは潜在的、非常に可能性も大きいわけですけれども、潜在的なリスクも大きいものですから、そういったものについてはやはり科学者は常に謙虚な姿勢で臨むべきであろうというふうに思っております。で、まあ、ここの方のいろんな書物については、全部は目を通しておりませんけれども、いくつかは以前に拝見しております。篠原君。はい、国民は非常に原子力規制委員会に期待していると思います。そしてわかる、アンケート調査してるわけじゃないですよ。多分なかなかよくやってくれているというふうに思っているはずです。今の感じでぜひきちっと原発を見守っていただくことをお願いいたしまして、それからまたもう一回質問の機会をいただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。